この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えして、ビジネスの秘密のノウハウや経験を聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが、一般的には知られていないこと、非常識な業界常識などについてもお伺いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginoan.com、 また FM ギノアンでは YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノアンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。なお、この番組は FM 小座でも同時放送しております。過去放送分の映像は公式ブログ新座哲也 .com にて公開しています。 YouTube チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。この番組は平総合事務所、ストレスマネジメント沖縄、中曽根智弘弁護士事務所、 TBL 投資アカデミー、トータルヘルスウルル、サンキャッチ企画、シュレイホーム、リンパ専門スクールエネズの提供でお送りいたします。はい、ということで本日もですね、私新里哲也が、ビジネス天国沖縄をお送りいたします。そしてアシスタントに、はい、よろしくお願いします。はい、まなみん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。毎回ね、はい、素敵なゲストさんが来て、はい、素敵なね、有意義な時間を過ごさせていただいてるんですけど、はい、今日もまたね、今日もまたすごいビッグな、はい、来てますね。僕すごくお会いしたくてですね、やっぱりこう、まあ、ビジネスの世界に限らずね、何かこう新しいことを始める、はい、そしてそれを続けていく信念を持ってね、はい、それを貫いていくっていうのは結構な、うん、アイディアとかパワーとか、はい、いろんなものが必要だと思うんですけど、うん、まさにそれを実践しているという方ですね。はい、今も沖縄のみなど全国的に話題ですからね。うん、この間もテレビで僕見ましたし、はい、新聞メディアにね、うん、すごく登場してるんですけど、はい、でもゆっくりお話を聞いたことがあるっていう方が少ないんじゃないかなと。そうですね。ね、意外に、はい、話が聞けるのが、だから今日はすごいね、なかなか聞けないですよね。だから本当にこの、うん、ね、お話聞きたいっていう方はたくさんいらっしゃると思います、はい、本日たっぷり1時間ありますので、はい、余すところなくですね、はい、なんならシリーズもんにしていいですよ、していきたいと思いますのでね、はい、CM 明けにご紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしてます。本日も私新田哲がお送りいたします。毎回ですね、本当に素敵な方をお迎えしていろいろお話を伺っているんですけれども、本日もまたね、スペシャルな方が、来ていただいております。はい、早速ご紹介したいと思います。布団巻きの二郎のですね、二郎さんでよろしいでしょうか。はい、二郎さん、じゃあ本日よろしくお願いします。布団巻き巻き布団巻き巻き、本当に洗える敷き布団。はじめまして、布団巻きの二郎と申します。お布団を丸洗いできる布団巻きの二郎というコインランドリーを全国50店舗経営しております。本日はよろしくお願い申し上げます。はい、よろしくお願いいたします。歌うまいですね。ありがとうございます。緊張をほぐすために一発やってみました。失礼いたしました。歌唱力がすごい。ありがとうございます。発声してますね。ありがとうございます。はい、改めてご紹介しますけども、はい、布団巻きの二郎の二郎さん、はい、ということですね。全国50店舗。そうですね。今どんどん工事してまして、何店舗か分からなくなってきてるんですが、大体50店舗。大体あります。はい。なるほどですね。今や、まあ、沖縄をのみならずね、はい、全国的に話題で、テレビ、メディア、あ、はい、ね、いろいろと登場して、おかげさまでありがたいですね。はい。まあ革命ですよね、コインランドリーの。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。先ほどもね、少しお話しさせていただいたんですけど、はい、ありそうでなかったというか。そうですね、お布団ってやっぱりこう皆さん干すものだと思ってる方が大半ですので、意外とこうありそうでなかったサービスだったのかなっていうところも今になっては思ってます。で、皆さんね、本当に喜んでいただいて、ね、そうですね、一度やっていただいた方はですね、はいはいはい、本当に喜んでリピートしてくださるんですが、はいはい、まだですね、全国で、まあ、先日ですね、はい、ウェブアンケート調査を行いまして、はい、1000名対象にウェブアンケート調査を実施したところ、特に僕らがアピールしているこの敷布団を洗ったことがある方っていうのは、はい、たった 3% しかいないんですよね。はい、かつですね、じゃあこの敷布団が全国的にこう何枚あるかっていうところのデータなんですけれども、
寝具を選ぶ際にベッドを選ぶ方とお布団を選ぶ方っていうのは半々って言われてるんですよね、はいはい、そうすると少なく見積もってもですね、はい、全国的には敷布団は5000万枚以上ある、はい、これ、ね、5000万枚以上あるほとんどの方が洗ってない敷布団を 97% ですね、はい、洗い尽くすことができればすごいことになるんじゃなかろうかと、これが僕たちが掲げるあの布団巻き二郎の着想のポイントであったっていうところでありますね、はい、いやもうその数字聞くだけでワクワクしてますね面白いですね、はい、洗い尽くしてやるんだっていうところで、はい、毎日頑張ってます。本当ですよね、はい、実際ですねそれをこう仕事にしようというかアイデアが浮かんだきっかけって何だったんですか。特にですね僕たちが今住んでる沖縄県は高温多湿って言われてるところもあって、はい、喘息持ちのお子さんって非常に多いと言われてるんですよね、はいはい、でこの喘息の一番問題になってるのが寝具を清潔にできてるかどうかっていうところ、うんうん、その中でも大きいのはこの敷布団って言われてるんですよ、はいはい、敷布団はダニの寝床と言われてまして、はい、敷布団の表面のみならず、うん、内部にもこうダニの糞や死骸がとてもたくさんあると、うんうん、これをきれいに洗うことによって沖縄の皆さんの喘息ですとか、うん、アレルギーの予防対策になればいいなというところで、はい、始めたというのがきっかけですね。まあ敷布団ですから寝ますから当然その、はい、鼻とか口との距離が近いですよね。そうなんですよね。いろんなものが付着してしまうので、でね、やっぱり、はい、うん、基本的にこう今までの対処とすればこうやっぱり天日干しにするとか、はい、普通たたくとかなんですけど、そうですね、干したり、それじゃなんか解決しないってよく言われてますけど、うん、そうなんですよね。ちょうどですね、はい、僕たちもそこの問題に着目しまして、はい、うん、去年ですね、琉球大学医学部のベンチャー企業である株式会社グランセルさんと業務提携しまして、はいはいはい、この敷布団を洗うことによって、はい、天日干しとかあるいは最近ですとダイソンさんとかレイコップさんの布団掃除機ってあると思うんですけれども、うん、はいはい、これと比較して丸洗いすることがどれだけ効果があるかっていうところの検証をしまして、はいはい、去年県庁で記者発表を行ってきまして、うん、はいはい、はるかにこの丸洗いの方が効果が高いというところを定量的に実証したっていう実験をしておりますね。まあ、聞きましたか、効果が変わったんじゃなくて、はるかに、はるかに高いです、はい、実際干したり叩いたりするとほとんど綺麗になってないんですよね、うん、ただ沖縄街中こう僕も車で走ってると、うん、未だにこう布団をパタパタ叩いたりとか干してる方っていうのはたくさんいらっしゃるので、うんうん、こういった方々に正しい知識をお伝えして、はい、まあ、1枚でも多くのこう布団を洗っていただいて、うん、健康生活に役に立てていただきたいなっていうところが僕らの会社としての思いでありますね、うん、まさにですね、コインランドリーのお話ではあるんですけど、予防医学ですよね。いや、僕医者でも何でもない方が言うと、はいはい、今日のそれはあるんですけれども、はいはい、実際グランセルさん の、はい、社長の野村先生っていうのはドクターでもありますので、うんうん、いろんな今こう学会でですね、はい、このデータっていうのを発表いただいてまして、うんうんうん、まあ、医療機関含めてですね、かなり大きなムーブメントが今起こりつつあるんではなかろうかというふうには思ってます、うんうん、はい、いや、まさに革命というか、世の中に必要とされるあれですよね。もうそうですね、やっぱり喜ばれますよね、はいはいはい、人間ってその本来清潔な生き物だから、うんうんうん、一旦清潔さを覚えていただくと絶対やめられなくなると思うんですよね、はい、そうですよね、はい、そういったものになれればいいかなと思ってます。いやー、まなみどうですか。すごいところにこの着目したなっていうのが、はい、一番の今印象で、 ありがとうございます。これね、沖縄のだけの話じゃないし、はい、当然日本だけの話じゃないような気がするんですよ。そうですね、そうですね、先々はですね、東南アジア中心に、はい、まあ、世界展開とかも本当に何年後か分かりませんが、はい、やっていけると夢があるんじゃないかなとは思ってますね。まあ、今のうち就職したらいいんですよ。募集は、募集はここまで履歴書をね、はい、もう毎月送る。ありがとうございます。いや、でも実は僕ね、今日の朝もここ来る前に、店舗の方寄ってきたんですよ。まず第一印象がですね、綺麗。ちょっと前のこうコインランドリーのイメージだと、はい、なんかこうね、汚いとか、はい、まあ、女性があんまり行かない古いイメージがあったんですけど、うん、まずおしゃれ、あといい香りがする。あ、嬉しいですね。やっぱり綺麗にする場所ですからね、うん、場所自体もやっぱり綺麗にしたいなっていうところがありますね、こだわりとして、はい、そうですよね、はい。あとなんかこう、まあ、なんか僕 YouTube とかもいろいろ見させていただいたんですけど、なんかこう本当にこうイベントをしたりとか、そうですね、普通のこう本来のこういうの枠を完全に超えているというか、そうですね、どっちかというとここはですね、はい、うちの場合今フランチャイズっていう仕組みでやってまして、
各店舗のオーナーっていうのは別のオーナーさんがいらっしゃる、うん、個々人のオーナーさんがいらっしゃる、はいはい、これがとってもですね、特に沖縄今オープンしている店舗で30店舗あるんですけれども、はいはい、とっても個性豊かな能力の高いオーナーさんに集まっていただいてて、はい、まあ、独自の発想で地域をこう盛り上げていくんだって取り組みをやっていただいてる、はい、イベントも結構やってる方が多いですね。そうなんですよ、本当にこんな中でホワイトニングがあったり、そうですね、本当に例えばコインランドリーを、まあ、ある意味公民館というか、うんうんうん、一つの場所としてでいろんな、関連するような企業さんとかお店さん、うんまあ、例えばパン屋さんとか、まあ、この前塩屋店でやっていただいたイベントとかは、うんうん、マッサージとかあとは心理学とか、まあ、おしゃれなアクセサリー売ってたりとか、うんうん、はい、いろんな方に出店いただいているようなイベントもやらせてもらってますね、はい、完全にこうコミュニティの場というか、そうですね、やっぱり日常になってほしいっていうところがあるんですよ、この布団洗いというものが、はいはいはい、何かのきっかけに布団洗いというところがあれば、うんうん、そういうコンセプトでやってますね、はい、まあ、それね、先ほど二郎さんお話ししたんですけど、なんですか、フランチャイズでありながらすごいこうオーナーさんの個性というか意見をすごく尊重しているというか、うん、この地元に合わせるような店舗作りをしたいっておっしゃってたんですよね。それは一番知ってるのは地元の方だっていう、そうですね、うん、そうですね、フランチャイズと言いながらもこうガチガチではなくて、あ、なんかこう地域の色が出てる、そうですね、オーナーさんの個性およびその地域の色を出していきたい、はい、でそしてかつですね、うん、この布団洗いっていうことを真剣に取り組んでる人って今までいなかったはずなんですよ、はいはい、僕らにとっても全く新しいことですので、うんうん、だから本部の人間がまあ、偉そうにですね、うん、この店こうしろってことを言うよりは、はいはいはい、オーナーさんのこう根付いた独自の意見を活用した方が全体的には絶対盛り上がるだろうなっていう、うん、はい、信念がありますね。いやすごいですね。全然もうそういう場所になってるとは思わなかったです、ね、そうですね、はい、じわじわとですけれども、はい、いや映像でしか僕見てないんですけど、はい、単純に一言で楽しそうで、うん、こうなんか働いてる方がすごく楽しそうにしてる、そうなんですよ ね、 印象ですね、うん、これ本当オーナーさんのマネジメントのおかげに尽きるという話だと思いますね、はいはいはい、いやこれは今後のビジネスモデルですね。そうですね、本当にちょっと私もまだお店に立ち寄ったことはないんですけど、うん、車で、うんうん、まあ、通って外を見たりとかっていうのはあったんですけど、ちょっと中に入ってみたくなりました。ぜひですね、やってみてください、うん、はい、あとね、いろんななんていうかな、画期的なものがいっぱいあって、本当に今までのコインランドリーのイメージが変わってたっていうのがあってですね、クルーの方がこういろいろ教えてくれたりとか、そうですね、はい、日中は駐在してる店舗が多くてですね、はいはい、実際こうなんていうんですかね、お布団を初めて洗う方の心理に立つとやっぱ不安だと思うんですよ。そうです、絶対そうです。一回洗濯機入れちゃうと何されるか分かんない、はい、何が起こるか分かんないわけですから、うん、まあ、ここをしっかりサポートしようというところで各店に来るの方が駐在しているという形ですね、うん、はい、これもなかなか画期的だよね、うん、今はなんかこのコインランドリーとはちょっとつながらなかったという、うん、初めてのものってすごい怖いじゃないですか、うん、そうなんですよね、僕も最初のセルフのガソリンスタンド行けなくて、はいはいはい、そうですよね、でも一度行くと行くんだけど、はい、最初の最初って本当に怖くて、そうなんです、ガソリンスタンドって特にやっぱり僕らも着目していて、もともとこう人がいて給油してくれるスタッフさんがいて、でところがこのセルフ式のお店が出た時もそれでも必ずスタッフさんって言ってくれたんですよね、こうやって使いましょう、あそこがまさに僕らが今やってるフェーズでして、一旦こうやってちゃんと説明して正しいやり方をお教えすればあとは自分でできるようになる、かつうちのお店の場合は24時間経営しておりますので、はいはい、深夜の時間とかやっぱり空いた時間に来たいという方も結構いらっしゃるんですね、はいはい、そういった方も安心して利用いただけるように、来るの方にこうちゃんと教えていただくということをやってますね、はい、でも二郎さんとお話してすごく感じるのが、はい、すっごい人のこと見てますよね、あ、今素敵な方だなと思って、はい、あ、そっち系じゃないですか、いやそっちじゃないです、受け入れますよ僕はお客さんのことも見てるし、地域のことも見てるし、そのオーナーさんのことも見てるし、うん、あ、でもね、はい、やっぱりコインランドリーっていうことを、まあ、ちょうど3年半ぐらい前から始めてるんですけれども、はいはい、ここの業界に結構すっぽり抜けてたものがあると思ってたんですよ、はい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 、やっぱり沖縄でもですね、未だにこう古くて、うん、割とこう人がいない、ちょっと入るの怖いなみたいなコインランドリーがたくさんあると思うんですけれども、これもともとですね、コインランドリーって業界が不動産上がりの方が非常に多かったんですよ、はいはいはい、不動産投資をやっていて、はい、
アパートローンだけじゃなくてコインランドリー投資もやってみよう、うんうん、でこう投資の観点はすごくあったんですけれども、うん、お客さんのこと見てますかっていうマーケティングの観点ってなかったんですよね。構造的にないはずなんですよ。数字の上での投資だったと。そうです、投資家の方がやってたものですから、これにやっぱりこうヒントを得たというか、うんうん、僕もともとあの IT、まあ、今でもやってるんで IT 系の会社やってまして、はいはいはい、あのウェブとかアプリを開発する会社やってるんですけれども、うん、ウェブとかで例えばこう物を買っていただくときって、はい、人を返さないもんですから、うん、しっかり文言を書いて初めての方でもクレジット情報をしっかり正しく入れるみたいな、でここのマーケティングの概念をコインランドに入れればすごい画期的な動きになるんじゃないのかなというところが、まああのはい、一番のコンセプトとしてありますね。そこが、はい、でもあのウェブの会社をされてるんですけど、はい、なんですか、本当にこうリアルな人との付き合いを大事にしてるというか、そうですね、やっぱりこれなんですか、はい、こう経験から両方大事っていうのを感じ取ったと思いますか。うん、やっぱりね、その特に僕の場合は20年東京にいて、はい、ちょうど3年半前に沖縄に移住してきたってパターンなんですけれども、はい、やっぱりこう内南中の方と内地の方って結構気持ちの隔たりあるって聞くじゃないですか、はい、でここが僕もビジネスやる上ですごく課題だなと思ったんで、はいはいはい、最初の糸満店は直営で僕のお店だったんですけれども、はいはい、もう本当にですね、店から離れずに寝泊まりしながら来たお客さん一人でも多く喋ろうっていうところ、はいはい、でここの、まあ、会話の中で実際こう沖縄の方ってこう喘息持ちのお子さんが多いとかって悩みを聞いて、うん、太巻き二郎っていうコンセプトが生み出されたと思ってるので、今もなんですけれども、このニーズってやっぱり動き続けるんでですね、うんうんうん、やっぱりこうしっかりお客様の声を聞いてサービスを改善し続けることが全体的にですね、絶対必要かなと思ってます。だからね、実は本当にね、この次郎さんみたいな人珍しいんですよ。ウェブの人ってやっぱりウェブで解決する、ウェブでっていう方も多い中で、もう現場主義、そうですね、生の声を実際取り入れて、はい、それやっぱりそうですね、結構ですね、うん、今お店が増えてきて、うん、やっぱりこの接客の回数とか、うんうんうん、何本布団洗えたかとか、はい、結構実は競い合ったりしてるんですけれども、はいはいはい、まあ、今はちょっともう抜かれてしまったんですが、最初1年間ぐらいはですね、僕自身が誰よりも布団洗いをやって誰よりもお掃除してきたんだっていう自負があったっていうところはありますね。今だとちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、他の方にですね、はい、いやすごいですね。いやこれちょっと永久保存版で売りましょうか、はい、買いますかね、僕は買いますから。いやこれ本当にね、わずか番組始まって数分なんですけど、もう大事なことが全て詰まっているというか、もう巻きで終わっちゃいますか今日は。いやいやいや、あ、ちょっと番組1時間ありますから。はい、分かりました。いや、しっかりと見る、あの世の中の困っていることを解決していく、すごいなって。でお客さんのことをよく知ると、お客さん、そうですね、お客さんと、あとはその先ほど申したうちの場合フランチャイズでやってますので、フランチャイズオーナーさんが現場に立つ方をまとめてますので、はい、この方々としっかりコミュニケーションを取ってどんどん改善していく、現状に満足せずにいつもこう改善して先を行くってことを全体的に心がけてますね、はい、フランチャイズの鏡ですね。ありがとうございます。フランチャイズにしてやっぱり珍しい、そうですね、どっちかというとフランチャイズ自体ってやっぱりイメージがあんまり良くないと思うんですよ、はい、特にまあ最近のセブンイレブンさんとかいろんな問題があるじゃないですか、でその辺もやっぱりこうイメージ自体を払拭できるような動きを取り組めたらなっていうところで、まあ、一企業家としてですね、一つの課題のチャレンジではあると思ってます、はい、ね、お話を伺ったらコインランドリーっていう名前がそぐわないというか、そぐわないって言うと言ってるからコミュニティランドリーみたいなね。まあ、少なくとも僕自身はやっぱりコインランドリーってニッチ業界なんですよ、うん、はいはい、あの世帯利用率も全国的に 10% って言われてるので、うん、はい、つまり 90% の人たちはコインランドリーなんて知らないよ、行ってないよっていう人たちなんでですね、このちっちゃい業界にとらわれることなく、やっぱり生活産業として、まあ、強いてはこの社会インフラとして活動できるようなポジションを取っていきたいなというふうに思ってますね。いいですね、はい、本当にコミュニティの場となって、そこから情報を発信されるとか、そうですね、なるといいですよね。昔、はい、あのまあ、僕中学高校と同じあの利用室に通ってたんですけど、はい、うん、そこに行くといろんな情報がもらえたんですよ。あ、そうですよね、みんなが定期的に来るので、いや、ね、あいつ結婚したらしいよとか、はい、そうなんですよね、あいつどうのこうの情報がもらえたんですよ、地域の情報がそこに集まってるというか、結構ね、うちのオーナーでもそれとってもその考えを持ってらっしゃる方いて、はいはいはい、例えばうちで言うと沖縄で言うとですね、与那原店とか、はい、与儀店っていうお店があるんですけれども、はい、お店作りからもう地域の公民館にしようっていうようなコンセプトなんですよね。
だからいろんな方のこうビラが貼られたり情報発信されたりとかっていうお店もあったりしますね。とても素晴らしいと思ってます。いやそれ地域に根付きますし、うん、なくてはならない店になりますよね。なっていけるといいですね。はい、まだまだですけれども頑張っていきたいと思ってます。いやなんですか、こう店舗自体もコミュニティ化してると思うんですけど、はい、この次郎さんから始まるビジネス自体が全体的にこうコミュニティ、そうですね、コミュニティと呼んでいいかどうかわからないんですけれども、はい、まあ、とにかくやっぱりうちのオーナーさんもですね、フランチャイズ入るときは誰でも入れるわけじゃなくて必ず面談をするんですよ。この新しいビジネスを広げていく意欲あるかどうかですとか、まあ、こういった、まあ、ある意味入社試験じゃないんですけれども、こういったところをパスされた方がオーナーやってらっしゃるので、はい、まあ、一つのこうコンセプトを持った方の集団であるという意味ではコミュニティになって呼べるかもしれないですね。同じ方向性を持った人が集まっている、ね、はい、やっぱりフランチャイズってなるとそういうの大事ですね。大事だと思います、はいはい、やっぱりですね、こう儲かりますよってことだけで集まってくる集団って絶対弱いと思うんですよ。ビジネスって絶対ってないじゃないですか、はいはい、そうまくいかない時もあるし、うん、ただ、その中でもどうやって乗り越えていけるかみたいなところのコンセプトさえ合ってれば大筋は間違いないんじゃないのかなっていうところを思ってますね。なるほど、ね、はい、皆さんがこう、なんていうんですか、本当にこう使命感を持って、うん、本当にあの楽しそうに充実している仕事をしているのをね、うん、YouTube 越しですけど、本当に感じ取ると。ああ、ありがとうございます。オーナーも喜ぶと思います。はい、でもまさか、次郎さん自身が撮影して編集しているとは。チャンネル登録お願いします。YouTuber ですからね。もうしきりにチャンネル登録よろしくということで。とっても恥ずかしいです。ありがとうございます。そこでもまた新しい。ありがとうございます。はい。いや汗かきした。すごいですね。まあ、あのそういう取り組みがですね、実は全国的に認められまして、第3回コインランドリー店アワード2018最優秀賞ということで、沖縄初のそのモデル、ビジネスモデルが、ね、全国で1位と選ばれたと。そうですね、実はですね、これかなりマイナーなイベントではあるんですけれども、はい、件数だけでいくと、はい、コインランドリーの件数ってどのぐらいあると思いますか？件数、はい、何店舗ぐらい全国にコインランドリーがあるのか、はい、結構ありそう、ね、結構ありそうですよね。10万惜しい。実はですね、これ2万件あるんですよ。でこの店舗数の規模感っていうのは大体まあファミリーマートと同じぐらいの店舗数が実はコインランドリーがある、まあ、この中でありがたいことにこう毎年1回表彰するイベントの方で、太巻二郎が沖縄県代表として最優秀賞に選ばれたということですね、はい、これすごいことですよね、はい、僕新聞見たんですよ、はい、あ、 ありがとうございます。県民としては誇りですよね。 ありがとうございます。こういう小さい島からね、全国に行ってこう1位に選ばれるというのは、ね、結構ですね、記者の方からも言われたんですけれども、はい、この全業種の中です、うん、沖縄県の全業種の中で全国トップを取った実績ってはなかなかないというのを評価を、はい、いただけましたね、うん、これはもう単純に業界だけの話ではなくて、はい、本当に県民全員に勇気を与えたと。あーだと嬉しいですけど ね、はい、沖縄の企業こうやってやれるんだと、うん、ただね、やっぱり個人的にはこれを取った時に、はい、先ほどね、しなさんお話ししたんですけれども、はいはいはい、本当に世界が変わる、はい、こう芸人が M1 でチャンピオン取ったみたいな気分でいたんですけど、はい、全然違ったんですよ、はい、あのやっぱりこうすごいニッチな業界で小さくまとまったらダメだなっていうところで、もっとこの布団巻き事業の取り組み、この布団洗いの取り組みが世の中の人々に浸透されて役に立ったと言われるのを活動するにはまだまだ全然足りてないなっていうふうに思ってます。はい、嬉しさ半面、そうですね、はい、うん、と思ってますね、本当に、はい、あ、そういう意味ではですね、次郎さんにとってもすごくいい機会なんですね。そうですね、それ2018年だったので、はい、じゃあ19年どうだったかっていうと、19年もですね、うん、結構いろんなあの賞をいただいたりですね、例えばあのうちのテレビ CM ご覧になったかもしれませんけれども、はいはい、あの ACC アワードっていうですね、まあ、広告業界やってる人は誰でも知ってるこの表彰イベントがありまして、うんうん、はい、地域ファイナリスト賞っていうのを受賞したんですよね、うん、まあ、こういった対外的なイベントですとか、あとは昨年末はガッチリマンデーさんにも出させていただいて、はい、でこのガッチリマンデーさんも表彰があってですね、ガッチリアワードっていうのがあるんですよ、はい、でここで大体今2、300件ぐらいの取材されたところから、まあ、6件がノミネートされるんですけれども、最終ノミネートまで残れた、はい、ただアワード取れなかったんです、残念ながら。僕それこそ見てましたよ。ありがとうございます。
なんかね、あれって当日まで何も言われないんですよ。あ、放送当日もですか。言われないんですよ。で、はい、軽く過去の映像を使う時ありますよってことは言われるんですけれども、うんうん、ノミネートされてるとか全く知らなかったんですか。知らなかったんです。で、僕も知らずに出てきて結構期待してたんですよね、はいはいはい、なんかトップバッターで紹介されてたんで。あ、されてましたね。はい。で、まあ結果的にはダメだったっていうところで、まあ、これまたですね、やっぱり撮れなくてよかったなって、撮れてしまったらじゃあ次何するのっていうところがやっぱり、うん、はいはい、ね、あの探すのに時間かかると思ってましたし、うん、まあ、2020年はまた新しい今まで経験しなかったようなことをどんどん頑張っていきたいなって思ってますね。いやー、ジロさんもうどんどん駆け抜けてますね。風を感じますよ。あ、ありがとうございます。走り続けてるというかね、まあ、経営してからね、僕ね27歳で経営起業して、はいはい、今42歳なんです。15年経つんですが、やっぱりこうどんどんやっぱり自分自身が新しいものを見てみたいとか、うん、やったことないことを試してみたいっていう気持ちがやっぱ強いんでですね、はいはい、まあ、このためにこう毎日活動してるっていう、はい、感じですね。いや、楽しそうですもんね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、もうお話聞くだけで僕布団洗いたくなりますもんね。ああ、もうぜひね。でも本当に一回やると本当にハマっちゃいますので、はいはい、僕も自分の布団毎週洗ってるんですよ、はいはい、値段もシャワリですから。ってぐらいハマります。例えば僕あの他人の、まあ、他のお友達の家に行ったりとかすると、うん、寝具洗ってない人の家ってパッと分かるんですよ。もう匂いとか感じで分かりますから、はい、だから先々ね、例えばなんていうんですかね、やっぱ布団が洗ってるっていうのが当たり前になってくれればいいなって思うんですよね。例えばこうなんていうんですかね、婚活パーティーとか行って布団洗ってる、あ、洗ってるよ、素敵みたいな、でこういう文化ができればそうですね、いいなって思ってますね、はい、靴を洗うように。そうです、そうです、はい、大体ね、でもね、普及率の概念って結構面白くて、例えば今まで起こったイノベーションというか普及されたことって、はい、iPhone とかあると思うんですけれども、はい、あのスマホが普及されるタイミングってこれ 30% って一つの壁って言われてるんですよ、うんうんうん、で 30% を超えてくると人々は恐怖概念に駆られてくる。あ、例えばね、昔僕たちの世代であったのが、はい、3割ぐらい人がスマホを持ち始めると、うんうん、まだガラケー使ってるのみたいなことってあるじゃないですか、はいはいはい、そうすると慌てるお父さんたちはみんなスマホ買い始めるみたいな。なるほど。で、沖縄では僕の感覚では大体この敷布団洗った人っていうのは今 10% 超えてきたぐらいかな、はいはいはい、これが 30% 超えてきたら、はい、もうガツンと、なるほど、うん、布団、まあ、干すみたいな景色がガラッと変わる瞬間かな。この1年間っていうのは非常に重要 な、 なるほど、はい、授業活動のタイミングかなと思ってます。じゃあ布団を干している、ね、光景は今のうち見とかないといけない。そうですね。昔ながらの景色でなる日が来るんじゃないかと僕は思ってますけどね。はい。でもその日も近いよね。そうですね。うん、いや、今後のね、はい、伸びしろというかご活躍が本当にね楽しみというか、いや素敵ですね。はい。いや、前半ねいろいろお話を伺ってきたんですけども、まだ CM を挟みまして。はい。後半も引き続きいろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、ま、それでは一旦 CM です。はい、ありがとうございます。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日のゲスト様は布団巻きの次郎のですね、次郎様に、お越しいただいております。はい、次郎さん引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの前半ね、もう本当に素敵なお話を、はい、有料級のDVD にして売ろうっていう計画を今してるんですけど、売っちゃいましょう。本当にね、あの短い時間の中で本当に大切なことがいっぱい詰まってたなというイメージなんですけど、まあ、まあね、後半も引き続きいろいろお話を伺っていきたいんですけど、はい、よろしくお願いします。今日の午前中僕行ってきたんですけどね、あのちょっと感動したのがってことがあってですね、あのお店の中にダウニーが置かれてたんですよ。あ、あのね、わからない方のために言うと、この乾燥機とか入れるときにこうペーパー1枚入れると、とってもこう除菌力、はい、匂いもいいですしっていうシートを貸す。あれ沖縄の方結構知ってて、はい、あの結構あのタンスに入れたりするんですね、はいはい、あの服に匂いをつけて、うん、なるほど、いろんなこう使い方するんですけど、はいはいはい、
あれはあれですか、あのやっぱり女性の心をグッとつかむと思うんですけど。あ、そうですね、はい、やっぱりそのコインランドリーの場合って気になるのって結構衛生面ってやっぱり気になると思うんです、はいはい、いろんな方がこう洗濯物入れるわけですから、うん、であのダウニーとかの除菌効果のものを入れるともうそれだけでパシッとこう匂いが消えたりとかしてくれるので、うんうんうん、はい、あれはもう無料で使っていただくっていう形で、はい、まあ、それこそね、うん、本当に1人1枚でお願いしたいんですけど、はい、お家に何枚持って帰ってくれた人とかも中にはいらっしゃるみたいです、ね、それ書いてありましたね。あ、もっと大きくした方がいいかもしれないですね。そうですね。いや、細かいところに感動するんですよね。うん、でもそういうなんか細かいところが行き届いてるのがまたなんか人の心を見てるってことなんですね。あ、そうですね、まだまだだと思ってますけど、はい、まあ、どんどんこれからもね、いろんなお客様の声を聞いて改善は続けていきたいなと思ってます、はい、あ、ここであの匿名希望の山内一郎さんからですね、はい、コメントが入ってます、はい、僕の知ってるオーナーさんはお店でイベントしてましたよ、すごく楽しいイベントでした、コインランドリーイベントなので斬新でしたよということで、まあ、先ほどのね、はい、話なんですけど、うん、あれは大変斬新ですよね。あ、そうですね、あれはすごい面白かったなって、僕も参加させていただいたんですけれども、はい、はいはい、面白いと思いました。まあ、まさに公民館を目指してるっていう、あそこ多分ですね、これ直近のイベントですと塩屋店にのことだと思うんですけれども、うんうん、まあ、本当にこのオーナーの方の人望を含めて、はい、クルーの方も本当に楽しそうな素敵な方が集まってるので、うんうん、多分そういった働いてる方の姿を見て出店者さんも共感いただいて、うん、結構定期的にやっていくみたいなんですよね、このイベントは。公民館ですね。そうですね、公民館よりやるんじゃないですか。あ、結構ね、本当面白いです。あのあそこで出てるあのパン屋さんとかもとっても美味しいですし、はいはい、あとアクセサリーとかもめちゃくちゃ可愛くて、でオーナー、そのアクセサリーオーナーの方も本当に素敵な方でですね、ちょっとしたお土産に買っていけるようなこう素敵なオリジナルアクセサリー売ってたりとか、はい、また匿名希望の山内一郎さんからですね、はい、お、そう、塩屋店ということですね、すごく素敵なオーナーで質問性になっていますということで、はい、うん、そうですね、はい、じゃ、このオーナーさん同士の、はい、関わりとかっていうのもやっぱりあったりするんですか。そうですね、まあ、僕の知ってるところは飲み会だったりとか、知らないところでもやっぱり個別につながって、今度この塩屋店のオーナーのイベントに他の茶炭店のオーナーがスポンサーでつくとか、はい、まあ、そういう取り組みも結構いろいろあるみたいですね、はい、やっぱりあのオーナーの取り組みってオーナー同士ある意味こうライバル視してるところもあったりとかして、みんなすごい見に行くんですよ、はいはい、でこの塩屋店のイベントもいろんなオーナーさんが参加されていて、まあ、多分その中でそういうコラボレーションっていうのも起こってるんじゃないかなと思ってます。はい、いや、理想的な展開ですね。そうですね、やっぱり切磋琢磨して、まあ、そのフランチャイズの中でも競争が起こるっていうことが市場の健全な成長の姿だと思うんですよ、うんうん、はい、例えば昔そのトヨタとか、うん、トヨタってこう反社があるじゃないですか、はいはい、いろんな、はいはい、でトヨタのライバルはトヨタだっていうような名言があって、うんうん、あれは一つ参考にしてるところもあるんですけれども、うんうん、ジローのライバルはやっぱりジローなんだよっていうところ、はいはい、他を見なくてやっぱりジローの中での取り組みを見てもっと改善し合っていく、うん、こういう環境ができればもっといいかなと思ってます、はい、いや、お互いがそのいいところを盗み合って、そうですね、はい、全体を高めていくと、うん、だと思ってます。あのマーケットがこれ狭いとすごいこう奪い合いになっちゃうんですけれども、はい、先ほど申したように僕たちが狙ってるのって5000万枚っていう大量の敷布団なわけですから、まだまだ全然お店も足りないし、あのここの店舗でできる努力もまだまだやる余地がある。だからこそこの切磋琢磨の競争原理はすごい大事かなと思ってます、はい、いや、でも僕はこの次郎さんの言葉を皆さん聞いてると思うんですよ。やっぱりこうビジョンの広さというか見てるところ視点が違うので、あの当然関わるフランチャイズのオーナーさんたちの考え方、はいはい、思考も変わってくると思うんですね。うん、そうですね、見てるビジョンが大き広いので、うんうん、先を見てるのでですね、はい、そういう行動になるのかなと、はい、いや、まあ、あの本当に大きいっていうのはもうこれ単純計算じゃないですか、はいはい、この布団って大量にあってみんな洗われてないんだから、はいはい、僕が言ってるのは本当これだけでですね、はいはい、考えてくださるのは実は本当にオーナーさんなんですよね、うんうんうん、だからその、まあ、塩屋店のオーナー初めてですね、はい、あの本当に個性的でタレント性のあるオーナーさんに集まっていただけてるっていうのはうちのすごい強みだと思ってますね、はい、いや、でもね、僕いろんな組織見てきましたけど、やっぱり組織のトップの方次第で集まってくる人って決まってくるんですよね。やっぱりこうそういうのを思い続けて発信することによって、やっぱりそれに賛同している人が当然していると思いま
ますのでね、はい、だとしたらありがたいですね、はい、すごい組織ができてますね。そうですね、人数的に言うとですね、今クルーの方も入れると全国にも今300人超えてるような規模感なんですよね、はいはいはい、県外だとどちらにあるんですか店舗。県外はですね、北から今オープンしてるので行くと北海道、はい、栃木、埼玉、東京、横浜、神奈川ですね、はい、にあります。でこれからオープンしていくところで行くとかなりこれ増えましてですね、はいはい、山形、群馬、新潟、千葉、愛知、兵庫、京都、大分、熊本と、おすごい、今かなり並行して動いてます。よく覚え切りますね、はい、僕それしかやってないんです、ね、名簿管理しかやってませんでも文字通り全国展開ですよね。そうですね、まだ、あの全国制覇って僕ら呼んでるんですけども、はい、各都道府県に最低1店舗のジローは作る、うん、まあ、これを今3年以内に実現したくてですね、生涯的にはこの10年かけて3000店舗のですね太巻きジローを作っていきたいなっていうビジョンを持ってやってます。だからまだまだ遅いんですよ、この50店舗というのも。本当になんか知らない人ばっかりだと思いますんで、はい、全国に公民館を作っていくと。そうですね、全国に二郎公民館を作っていきたいなって、はい、思ってます。じゃあ大野さん区長なんですね。そうですね、はい、区長です。いっぱい区長がいる。区長が、はい、でもいいですね、この今でさえなんかこの地域とのつながりってあんまり、うんうん、少なってる、はいはい、うん、公民館に訪れる人も少ないと思うんですけど。そうですね、こういうコインランドリーに行って、うん、情報収集とか。そうですね、変わったりとか地域の。そうです、意外とね、この公民館っぽい良さで言うと、このお布団ってやっぱりみんな持ってるじゃないですか、はいはいはい、幼いお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで持ってると。でかつ僕らがやってるこの布団巻きっていう布団を巻いて洗う方法を考案してやってるんですけれども、このやり方ってちょっとコツがいるんですよ、はい、だからジローをよくお使いのヘビーユーザーさんとかはこの布団巻きの方法を初めてやる方に対して勝手に教え合ったりしてくれるんですよね。ちょっとしたこのコミュニケーションの場所にもなりうるというところが割と面白いんじゃないかなと思いますね、はいはい、でも単純に考えてですよ、まあ、ジローさんの週に1回布団洗ってるってことなんですけど、はい、皆さんがそういう習慣になると、はい、そこで出会う確率ってすごい上がるわけ。そうですね、あると思います。定期的に顔を合わせるっていうことになると思う、うん、あると思いますね。そういうコミュニティっていうのを自然にできるのかなと。そうですね、実際今もですね、お店に行くとですね、はい、割とこう誘惑してるというか、うん、はいはい、そういう光景よく見ますね僕も、はい、あと待ち時間もあるじゃないですか、ね、うん、そうですね。そうですよね、はい、いやーすごいですね、面白い、なんかいいですね、いいビジョンが浮かんだ感じ。5人間か、すごいですね、いい響きですね、はい、うん、まあ、でもベースの考え方があるんですね、もう二郎さんの場合っていうのはやっぱりコミュニケーションを大事にしたりとか、はい、人のことを大事にしたりとかっていうのがすごくベースにありますね。そうですね、はい、うん、いやこれから全国戦も近いですね。そうですね、頑張ってやっていきたいなって。でもね、結局この組織作りというかですね、僕が言うのもね、おかしいかもしれませんが、はい、やっぱりこの一流の組織を作っていくところって、はいはい、誇りを持ってもらうことだと思ってるんですよ、うん、はいはい、自分のやってるサービスとかブランドとか、うん、この布団巻きのジローっていう名前だったりとか、うん、はいはい、布団洗いのうちは先駆者なんだよと、はいはい、でこの誇りを持ってもらったらみんなやっぱりこう自走的に自分で走ると書いて自走的な組織って作っていけると思ってるので、どんどんこの沖縄から始まったビジネスっていうのが他の全国にも出ていく、あるいは全国ネットのですね、沖縄限らず全国ネットのテレビに出たりとかするとみんなしっかりすると思う、実際してる、来てると思ってるので、この動きっていうのはどんどん続けていきたいなと思ってますね、自分が本当に誇りを持ってる、仕事に対して誇りを持ってるとかですね、そういうことですね、世の中からこうイノベーションを作っているっていう感覚を持てるっていうのは、ある意味人生自体充実しましたからね。だと思います僕も、はいはい、やっぱりなんかパッとしないブランドでなんだこんなもの売り上がってみたいなところって、まあどことは言いませんがあると思うんですよ実際。そうするとやっぱり現場の方って疲弊しますよね、全体的に。現場の方が行き来するのってやっぱりこのサービス素晴らしいんだな、一流のもの喜ばれるんだなってことが思ってもらえるもの、この環境づくりっていうのが特にうちでいうと本部の方はすごい大事に思ってやらせてもらってますね。そういうこうスタッフさんの姿というのは人間を感じ取るじゃないですか、はい、そうですね、それを含めてこうお店の雰囲気なのかなと。そうですね、それを含めて人が行きたくなる、うん、あると思いますね、見た目の綺麗さだけではなくて、はいはい、いや
それすごい感じますよ、YouTube 見ても、うん、結構ね、僕らも今、全国展開の本部の栃木に本店を置いてるんですけれども、はい、まあ、栃木といつもビデオ会議をしながら、はい、たまにですね、例えば北海道のクルーの方々と、ビデオ会議しましょうとか、うん、まあ、実際の声を聞いて、はいはい、どんなお客さんの反応があったのかっていうのはなるべく聞くようにはしてますね、はいはい、うん、いやもう僕ね、二郎さんのお話いろんなところで聞く機会を与えるべきかなと思いますね。今日の動画は貴重ですね、うん、いろんなところで配信させていただきます。これあれですか、実際に例えばビジネスに参加したいっていうことでもいらっしゃったら、うん、はい、それは面談を受けて、そうですね、はい、うん、そうですね、今募集中、あ、今、まあまあ、ずっと募集してます。あ、なるほど、はい、それはじゃあ、まあ、ホームページから。そうですね、ただ今はですね、はい、どっちかというとオーナーやりたい方がすごいありがたいことにたくさんいらっしゃって、はいはい、うん、物件とこうマッチングして初めて成立するものですので、はいはいはい、どっちかってやりたい方の方が今ちょっと多くなっちゃってるって状況で、はい、物件が追いつかないってことですか。追いつかないってところと、あと工事もね、やっぱり人がやるものですから、まあ、それを順次やってるっていうような感じですね。まあ、募集自体はしてると。してます、はい、大丈夫です。ということですね、はい、いやでもあれですね、こう何ていうんですか、店舗が増えるごとにそのコミュニティが増えていくっていうことに比例していくと、はい、思いますので、そうですね、地域を元気にするという、ね、うん、そうですね、そういう思い学も含めてですね、はい、どんどん展開していただきたいですね、はい、頑張っていきたいと思います。いやこれね、ワクワクしてきますね。ワクワクしてきます、はい、後で履歴書送りますね。いやもう本当にこうすごいですね、沖縄からこういう企業が全国に発信しているっていうのは、うん、県民としてもすごく誇り、そうですね、うん、嬉しい、うん、すごい勇気づけられると思うんですよ。あ、そうですね、経営者も含めてね、うん、いやその先駆者というかね、素敵だなと思いますね。いやもうゲストで出ていただくのが決まったという僕は見たんですね、実は、はい、なんですか、ガチマンで、あ、はいはい、ありがとうございます。もう見たらもう早く放送日来ないかなって。そうそうそう、早くお話が聞きたいっていうことだったのでね。ああ、そうですね。でも実際やっぱり全国ネットのあや報道番組っていうのは、反響もすごく大きくてですね、はい、はい、もう問い合わせも本当に500件ぐらい来ましたね。僕一人で営業やってるんで、はいはい、この500件をどうやってさばいていくかみたいなところも、はい、結構自分の中で勉強になったというか、あ、はい、あ、でもそれで結構関心を持っている方が多い。あ、そうですね、やっぱりこう一つあるのは分かりやすいってとこだと思うんですよ、うんうんうん、ビジネスを見た時に僕たちはしぶとう洗いますって言ってるだけですから、全く新しい形ではないですからね。そうなんですよ、想像できるじゃない、はいはい、想像できるだけでこれないよねみたいなところが割と受けてるのかなみたいな、確かに確かに。でもやった方、まあ実際二郎オーナーやった方は分かると思うんですけれども、はい、意外と奥深いんですよ、うんうん、この敷布団って先ほどおっしゃったように、まあ、初めてやる方が多いので、はい、本当に不安な方が多いですし、まあ、中にはなぜ布団巻きをやってるかっていう話なんですけれども、はいはいはい、敷布団って普通で洗うと型が崩れてしまうものが半分ぐらいあるんですよ、知らずに洗濯機にポンと入れると洗うっていうか壊れてしまうみたいなところがある、そのために布団巻きやってるんですけれども、はいはいはい、意外とこの運営が奥深いんですよね。運営体制をしっかりしないと、例えば初めて、あ、二郎で敷布団洗えるんだところ、はいはい、いらっしゃるわけですよね、はいはいはい、来た時に壊れました、はい、クルーもいなくてやり方も分からなかったら壊れましたって言ったら絶対二度と洗ってくれないはずですし、まあ強いては他のね、例えば家族の方が二郎行ってくるんです、いや絶対やめた方がいいよっていう、こういう口コミ広がるじゃないですか、はい、これをいかにこう健全にこう正しい姿に持っていくかって意外と奥深いんですよね、うん、はい、まあ、そういったところが何て言うの、フランチャイズのノウハウのためどころというか、はい、それを毎日こうブラッシュアップしてやってるような感じですね。なるほど、はい、確かに初めてですからね。まあ、でも逆に言えば一度こう体感するともうやめられないっていう、うん、そうなんです、はい、これが特に沖縄の方とかは本当に口コミというか、うん、特に今家族親族の口コミ力ってすごくてですね、うんうん、そうなんです、元気のいいこうなんていうんですかね、この女性の方とかですと、あのちょっと
おじいおばあの家持って取ってくるわよみたいな感じで、とんでもないおばちゃんいますよね。そうなんですよ。ありがたいことに喜んでいただけて、そういう相乗効果がありますね。SNS もはるかにすごいおばちゃんいますもんね。うん、います、います。これはね、本当沖縄住んでる方じゃないとわからないとこだと思うんですけど、想像絶しますよね。そうなんですよね、はい、うん、どうやって200名集めたのみたいな。います、います、いますもんね、はい。いや、でも沖縄から発信するっていうのはまあすごくいいなと。うん、やっぱね、そうなんですよね、うん、意外と、うん、あの沖縄から全国的に知られてる会社ってほとんどないんですよ。例えばエンタメとか、うん、まあ、野球スポーツとか、ね、甲子園とかあるじゃないですか。す、ね、ビジネスの世界ってぽっかり空いてたんで、はい、この南の島から始まったイノベーションって、はい、なんかストーリー性あるじゃないですか。風は南からですから。そういただいていいですか、今。有料ですけど、いいですか。はい、うん、そういったところはちょっと最初の沖縄来た時に、移住した時にちょっとイメージは持ってたかなっていうのはありますね、はい。でもね、率直な感想として、よくぞ移住してきてくれたということですね。はい、いやでもね、本当に何て言うんですかね、うん、あの沖縄で実際商売してる方とかでも、はい、やっぱり長続きしない方ってすごく多かったんですよ、うんうん、いろんな方聞いてるとですね、まあ、特に最近ではセブンイレブンさんとか入ってくるのもすごいやっぱ時間かけた、うん、はいはい、沖縄ってやっぱりすごい難しいって言われてるんですよね。難しいですね、内地から入ってくる時は特にですね、はいはいはい。ただ僕の場合は、先ほど申したように糸満店で1号店をオープンした時に、うん、もう本当に今って寝袋持って寝泊まりしながらやってたんで、はいはい、そんなこう風評を感じる暇ってあんまなくてですね、うん、もうひたすらお客さんに喋りかけて、はいはい、太回りの素晴らしさを訴えかけてきたところがあったので、はいはいはい、沖縄の県民の方が本当にそれに対して優しかったなっていうのが、うん、本当に今でも感謝してますね、はいはい。やっぱりこう良くも悪くも田舎なのでですね、やっぱりこう、うん、ちょっとした壁あったりするんですよね、はいはい、あの、うん、県外から来る方に対しては、うんうん、ただ一度受け入れるとですね、そうなんですよね、そうなんですよ、本当に。なんかね、いろんなね、差し入れいただいたりとか、結構ご飯に困らなかったです、はいはい。僕も寝袋買おうかな。はい、でもその熱意とか、うん、そのコミュニケーションを取ることによって、はい、受け入れられたと思うんですね。どんなにいいものでもやっぱりそのやっぱり心と同時にこう受け入れないとなかなか広がっていかないと、はいはい、思うんですよね。そうですね。実践されたっていうのはすごいですよね、うん、なかなか寝袋持ってね、うん、やるっていうのはやっぱりそれだけの情熱があったわけですね、うんうん。でもね、最近はやっぱりちょっと減ってはきましたけれども、はい、各店舗行った時には必ずこうお客様との声っていうのはすごい大事に考えてます。やっぱ各都道府県によってもやっぱ反応違いますし、やっぱり微妙にやることが違ってくる、ね、微妙に違うと思いますね、はい、やっぱり、はい、やっぱりそうなるとこう地元のオーナーさんの力が大切になってきますよね。そうですね、うん、そう思います、はい。つながりとかそういうのですよね、うんうん、そうなんです。いや、太もきの治療恐ろしいですね。いやー、もう、もう本当にこう概念が変わるというかね、本当にこの多分看板見るだけで感動するだろうなっていう感じ。ありがとうございますですね、はい。私もちょっと家の布団を洗いに、ね、あ、ぜひね、やってみてください。常連客が一人増えました、はい、ありがとうございます。いや、今後が本当に楽しみというかね、うん、もうどんだけ発展していくんだろうというところをですね、はい、ある意味こう社会の問題をいくつか解決できそうなモデルですね。そうですね、うん、まあ、社会インフラ的な感じになってきたら、うん、やっぱり幅はすごい広がってくるだろうなとは思ってます、うん。それこそあの防犯のね、逃げる場所とか、そうなんですよね、コミュニティの場所。特にね、やっぱ沖縄ってすごい台風多いじゃないですか。で、まあ今年はそうでもなかったんです、去年はチャーミーっていう台風14号だったり、すごいのがあって、はいはい、で沖縄って知る人は分かってるんですけど、一番台風で閉まらないお店っていうのがあるんですけど、はい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 、どこか知ってますか？だいたい閉まるじゃないですか、はい、三重さんとかにしても、ね、ユニオンさんって絶対閉まらないって言われてるんですよ。でもこのチャーミーの時はユニオンさん結構閉めたんですよ、はい。ところがですよ、太巻き広全店オープンしてました。ユニオン超えたんですか？かつですね、あの時やっぱり停電とか水道使えないとか電気使えない人がすごく多くて、はいはい、もう本当に助かったってこと言われてですね、はい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 、もう本当に僕含めて各オーナーお店に行くのも大変だったんですけれども、はいはいはい、そういった声をいただきましたね。すごいですね、はい、でも安心ですね。そうですね、台風の時は
ジロにお越しいただければ、はい、ジロがいるから安心だと、はい、ってなっていければいいと思ってます、はい、健康だけじゃなくて県民の命も守ってるぞと。いや今日はすごい話を聞きましたね、はい、本当に太巻きのジロイメージがガラッと変わりましたね、はい、本当に素敵なビジョン考え方を持って経営されてるんだなっていうのを今日ね、本当に確認することがありました。ありがとうございます。これちょっとね、1回の放送じゃ足りないのでね、全40回ぐらいの、はい、ぜひまたぜひね、番組の方にも、あ、はい、ありがとうございます。はい、楽しかったです。刺激を与えていただいてですね、はい、今後ね、沖縄初の企業が全国でまた活躍するのをね、はい、見るのが本当に楽しみですね、はい、いや本当に今日もね、素敵な時間になりました。いい話がね、はい、いい番組ですね。いい番組ですね。なんていう番組でしたっけ？もう一度言ってもらっていいですか？いいです。いいですか？断られました。いや本当にね、またぜひぜひいろいろお話を伺いたいと思います、はい。本日のゲスト様は太巻きの二郎の二郎様でした。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。